はい、こんにちは、中地です。本日はニュー・ニンテンドー 3DS LL を購入いたしましたので、レビューというか今回は簡単な動画ですね、紹介していきたいと思います。以前旧 LL を使っていたので、そちらからの乗り換えになります。今回ニューで大きく変わった点というのは 3D ブレ防止機能、新しいボタンとスティック、NFC 対応でアミーボ電子決済に対応、 CPU 性能の向上でレスポンスが良くなったと。これが大体の、目玉じゃないかなと思います。僕は 3D ブレ防止を使いたくて、今回買い替えました。 NFC 対応とかはね、ちょっとアミーボとのね連携が楽しみですね。あとはレスポンスも良くなったということで、快適に遊べるんじゃないかなと思います。こちらが本体になります。説明書と本体のみの、内容物なので、充電器は別途購入するよう気をつけてください。付属してきませんので気をつけてください。こちらが C スティックですね。ボタンの上にあるグレーのやつですね。どうなんでしょう。あとは音量ボタンが上に行きましたね。3D ボリュームと同じ上部についております。そして背面、このメタリックね、かっこいいんですけどね、指紋がすごくつきます。前回のよりすごい指紋がつくので、気をつけて使っていかなきゃなと思います。はい、これからいろいろ 3DS の動画3本ぐらい上げていくので、そちらもよかったらご覧ください。今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。